この駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の駅である。クイーンズ区エルムハーストの90丁目とエルムハーストの交差点に位置し、7系統が終日停車する。この駅は1917年4月21日に IRT フラッシング線の終点であった、クイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともに開業した。 1955年から1956年にホーム有効庁を11行編成に対応するために延長工事を行った。北港ホームの駅名標駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を合わせた2面3線の構造で、中央の急行線はラッシュ時に混雑方向へ向かう7系統が通過する。ホーム中央部には、 窓付きの茶色の外壁があり、ホーム両端部は一定間隔でライトのついた腰付近までの高さの白のフェンスがある。ホームから改札外への階段には半透明のガラスがあるほか、駅名標は黒地に白で 90ST エルムハースト AV と書かれたものが掲げられている。改札口は改札外の両側の計2箇所あり、改札口と改札口の間に切符売り場がある。 西側改札口には回転式改札機と各ホームへ向かう階段が、東側改札口には2つの回転式改札機と各ホームへの階段がある。ありがとうございます。